じゃあ、飯田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日は今回この前向き人生相談の、ちょっと申し込みをさせていただいた背景を聞かせて、今私が、創業は私の、祖母にはなるんですけども、今父親が社長をしております会社にちょっと勤めて、約6年ほど経つんですけども、うちの会社自体が結構、なんていうんですかね、その、非鉄金属の、卸売業という、商社の、役目で、お仕事させていただいてるんですけども、もともとちょっと違う業界で、2、3年ほどちょっと営業はしてたんですけども、海外とのやり取りも結構あったもんで、海外駐在になるタイミングで、もともと、この今の会社には、戻ろうとは思っていたので、戻って、で、父親の会社をちょっと継ごうとは思っていた中で、約6年ほど今、この会社で働いてはいるんです。ちなみに、その前職はどんな仕事をされてたの？前の会社も、卸売業なんですけども、機械系の、日本の、国内の工作機械みたいなものを海外に輸出してた、で、ユーザーさんというか、お客様は結構海外の方にありまして、なるほどね。はい、アジア？アジアです。うちの、以前働いてたところは、一応、世界中に一応拠点はあったんですけど、私がメインで担当したのは東南アジアで、特にインドネシアとか、なるほどね。はい、の方をちょっと担当してまして、もともとそういった、海外展開してる会社さんで、営業として働く、なんていうんですかね、意図としては、この今、戻ってきたこの会社も、海外にちょっと拠点も出して、行く前のちょっと勉強も含めて、ちょっとそういう業種に絞って、ちょっとお仕事をしてた背景がありまして、業種は、扱ってる商材は違うんですけど、一応卸売りっていうところで、営業の勉強はさせてもらって、で海外への、なんていうんですかね、その輸出っていうところも勉強させてもらった中で、また今の会社に戻ってきて。で足元はうちの商材は結構輸入の材料とかも仕入れて、入れたり、日本のユーザーさんなんですけど、入れたりはしてるんですけど。あとは、商社っていうことは、今、海外から例えば、そのバナジウムみたいなものを輸入して、それを使う鉄鋼会社に納めたりしてるの？海外の、メーカーさんでもう作られた、なんていうんですか、もう製品化されたものを、輸入して。それはアルミニウム？そうですね。一応、非鉄金属でいうと、アルミニウムも含めて、メインはアルミニウムなんですけど、はい。ステンレスとか。そうです。ステンレスも、銅板だったりとかも、いろいろ扱わせていただいてはいるんですけど。なるほど。はい、それは製品って言っても、板とか棒とか、そういった半製品みたいなやつなの？おっしゃる通りです。今、既存で、もうメインの商材は板だったりとか、もうおっしゃる製品って言われるところを、輸入して、日本のユーザーさん、特に、例えば自動車業界の下請けの加工屋さんだったりとかですね、本当に地場の、町工場的なところに納品いただいていると。なるほど。はい。日本のものも輸出してるの？ですね、日本のものは輸出は一切まだできていないですね。はい、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、輸入商社さんなんだね。そうですね。メインは、材料自体、輸入材を結構多く扱っています。はい、でやっぱり、その中で申し上げる通りで、その半製品というところを、商材に日本の中で、商売はしてるんですけども、だんだんこの非鉄金属の業界自体がですね、皆さん扱ってる材料も同じようなものばっかりなので、結構薄利多売にどんどん、業界の中では、
まあ、そういった傾向にちょっと動いてますので、それはもうしょうがないし、なかなか難しいよね。僕らでも容易に想像ができて、はい、例えば車だと、はい、トヨタの車と日産の車って車違うし、はい、どっち買おうっていう要素があるけど、はい、乱暴に言うとアルミニウムの塊をどっちから買っても同じような、はい、申し訳通りですね。であれも一応金属の、はい、なんて言うんだろう、配合みたいなのがいろいろあるけど、はい、まあ、その例えばステンレスだったら番号がついてなんとかなんとかっていうステンレスを、っていうとそれはまあどっから買っても同じなんだよね。おっしゃる通りですね、はい、でやっぱりなので、やっぱり私も今、まあ、日本でちょっと営業している中でやっぱり重要になってくるのが、まあ、やっぱり納期価格、うん、もうこのもう2つで、まあ、他の問屋さんと同じような材料を扱っているんで、あとは、まあ、うん、あのそことの、まあ、窓口との仲の良さみたいなところで、まあ、商売をしている、うん、もうやっぱり最終的に価格が 安ければみたいなところにはなってしまっていく、なかなかそこが、あの、まあ、私もこの業界入って6年ぐらいなんですけど、うん、まあ、そのままこの業態だけで、あの、何パーぐらい抜けるの？ですね、正直言うと 10%、15% ぐらいだと思いますね。流通商品、はい、やっぱり、まあ、売り方もいろいろありまして、直受の、まあ、ユーザーさんに売るときもありますし、まあ、仲間という同じような問屋さんに売るところでパーセンテージめっちゃ固まってくるんですけど、だいたい 10%、15% ぐらいで、うん、まあ、今の平均数はそんなぐらいかなと思います、ね。で思ったより抜いてるんだね。あの、そうですね、あの金属の業界の中ではまだ取れてる方だと思います。なるほど、はい、なるほど。まあ、輸入した例えば材料みたいなものって、まあ、一般的に商社マージン頼むと、はい、ザクッとだけど、もちろんこれ、はい、輸送のコストとか全部含めての、はい、まあ、粗利純利の間ぐらいのその、まあ、手数で 5% ぐらいを想像してたんだけど、はい、あ、はい、それ1つのロットっていくらぐらいの金額なんだ、大体。ですね、一応ワンロット、まあ、ですね、まあ、輸入材を、輸入してくるときって、まあ、やっぱり1フィート1コンテナを全部埋めたい、うん、埋めて、まあ、買うので、うん、大体、21トンぐらい入るんです、うん、で、まあ、21トンに対して1キロ大体、まあ、300円から、まあ、400円ぐらいまでのところを推移してまして、うん、だからどうですかね、ワンヒート、まあ、ワンコンテナで大体、630万ぐらいっていう、なるほどね、ですね、はい、800万ぐらいで、まあ、うん、購入して、で、まあ、あのうちもその問屋では在庫問屋にはなるので、まあ、ちょっと産量も乗せて乗せて、うん、で、まあ、ちょっとお売りするっていう購買、うん、なるほど、なるほど、はい、うん、まあ、うちが今まだ、まあ、メーカーさん、まあ、独立商社としてある程度いろんなメーカーさんを引っ張ってきて、うん、まあ、やっぱり海外含め日本のメーカーも含めいろいろやっぱりあのメーカーさん多いので、まあ、引っ張ってきて、まあ、お客さんの方に展開するっていうのは、まあ、今足元独立商社だからこそ、まあ、できてる背景はあるんですけど、やっぱり先ほど申し上げたようにちょっと薄利多売の傾向になっているので、やっぱり体力ない商社さんっていうのはもうメーカーさんにもう丸々吸収されてメーカーの、まあ、代理店みたいな形で、なるほど、なるほど、商売する形態といいますか、まあ、こういう卸売の業界 の、まあ、会社の数が結構少なくなってきているのはやっぱりありまして、うん、まあ、そういったところも含めるとちょっと、まあ、何かしらちょっと新規展開といいますか、この今の素材売りっていうところにプラスアルファ何かしていかないといけないなっていうのはちょっとひしひし営業しながら感じてはいるんです、うん、
それって例えばさっきの話でメーカーさんが直接するようになったら潰れちゃうよね。いや、おっしゃる通りでございます。もう本当におっしゃる通りです。あの、まあ、例えば僕ら車の業界で昔柳瀬さんっていうのがあって、はい、柳瀬がインポーターだったんだよね。はい、でそうすると柳瀬さんってえらい利のある商売で、はい、ところがベンツジャパンとかっていうのができて、はい、柳瀬はインポーターじゃなくて単なる販売代理店になっちゃったんだよね。あー、なるほど、はい、そうすると利益が減って社員の給料も下がってみたいに、まあ、同じような構造になっていくんだね、そのおたちたちの業界もね。あの、もうおっしゃる通りだと思いますね。何々、例えば中国のそういったアルミの会社の、はい、まあ中国名がよくわかんないけど、上海鉄鋼ジャパンみたいなやつができちゃうんだね。はい、あ、そうですね。あの、正直あのやっぱりメーカーさん次第ではできてき始めてるので、徐々にメーカーさん直、まあ、今までその中国とかで、まあ、買い付けていたものを、まあ、今後はここの日本の窓口通してくださいというような、はいはい、話もやっぱり、何社かやっぱ出てますし、なかなかその、まあ、居場所がなくなってくると言いますか、なかなか売りづらくはなってる業界なのかな、すごい想像できるね。そうなんですよ、たくさん売れれば売れるほどそういったところが来るから、はい、例えばちょっと僕らでまた例え話なんだけど分かりやすく言うとさ、はい、フェラーリがあんまり数売れてない頃は、はい、フェラーリジャパンなんてできなかったんだよね。あ、ところがその、はい、輸入元さんが頑張って頑張って日本でフェラーリたくさん売るようになったら、はい、そしたらそのジャパンができちゃうんだよね。 あ、 あんまり頑張っちゃダメだったんだよね、あれもね。あ、だからまあ、はい、とはいえ御社たちの業界でもやっぱりそういった業界構造の変化が進んできて、はい、でも直接海外から仕入れる人たちも出てくるんじゃないの、御社みたいな商社を通さずに。おそらく、まあ、その何て言うんですかね、知識といいますか、まあ、うん、まあ、本当に最終的に道がなくなった時はやっぱり直接、おっしゃる通りです、うん、先ほどのメーカーさんから直接ユーザーさんという形で問屋さんも、うち含めて問屋もやっぱり直接メーカーから引っ張ってっていう数も増えてくる可能性は高いですね。うん、やっぱり本当に何て言うんですかね、もうそうなってくると、まあね、結局最終的にはそういう問屋さんが増えてきて、まあ、価格だったりとか、もう本当にそこだけにやっぱり集中して商売を行う、最終的にはまた飽和状態になってきてしまうのかなっていうのはやっぱりちょっと懸念としては、だんだん単なるその倉庫屋さん代わりに使われていくから、まあ、そこでそのだんだん、まあ、倉庫としての機能を拡充させていって、はい、マージンはどん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 薄くなっていって、それこそはい、御社を通すメリットっていうのが、まあ、インターネットとかできると、はい、例えば僕らでもどっかの会社が輸入してるよ、中国の会社に直接メール送ったら、はい、まあ、ちょっとだったら売ってもいいですよって平社で言ってくるからね。ああ、そうですか。うん。そうですよね。で、そのお宅たちの鉄鋼の業界も知識がないって言ってるけど、はい、次の、まあ、飯田さんみたいな人たちが社長になる、はい、代替わりになったら、はい、簡単に電子メールでここの商社倒産でもいいんじゃないかと思って、はい、直接やろうとする人たちが増えちゃうよね、やっぱりね。まあまあ、やっぱりなんていうんですかね、もう考えるところはやっぱりおっしゃる通りで、まあ一番その何か商売を違うことしないといけないと思った時に近いところはそこになってくるのかなというのはやっぱり思いまして、ですね、まあそういったところも、まあ、ただそれが果たしてその今後先、やっぱりうちも私もその、まあ、父親から引き継いだ会社なのでやっぱり潰したくはないし、うん、さらにプラスアルファで大きくしていきたいというちょっと目標はやっぱりあるので。本社売上いくらぐらいなの？
ですね、今の年収大体35億ぐらい、うん、なるほど、はい、御社ぐらいの会社っていくつぐらいあるの？ですね、この業界の中では大体、3、4社ぐらいですね。なるほど、はい。じゃあ10億円ぐらい規模のとこまで入れたりするとどれぐらいあるの？ですね、大体中堅規模も含めると、まあそうですね、まあ、どうですか、10社、15社。なるほど。ぐらいになると思いますね。はい、同じような 業態でやってる、はい、会社はですね、はい。アイディアだけどさ、はい。まあ実際そんなようなのを見たこともあるんだけど、はい。まずなかなか合併は難しいと思うのね。はい。その、まあ、企業文化も違うし、いろんなことが違うし。はい。で、御社単独で上場も無理だし。はい。まあ、今後の成長戦略もかけにくいし。はい。まあ、ひょっとしたら、まあ、これで売り上げがちょっと落ちてきたりすると、銀行も及び腰になってくるし。ああ、はい。まあ、売上的に銀行がプロパーでバンバン融資するっていうほどでもないし。はい。いくつかの会社を、はい、合併はしないけど、はい、連合を組むっていうよりもう一歩行って、はい、一つのホールディング会社を作って、はい、まあ、企業価値の算定は難しいけど、はい、例えば10社で集まって、まあ、5社でもいいかな、はい、から10社ぐらいで集まって、そのホールディング会社の下に株式交換で全部つけちゃう。あ、はあ、はあ、まあ、はい、そうすると、まあ、御社みたいに跡取りがいるところはいいけど、はい、2代目に困ってるところは、はい、その多分数社あるんじゃないかと想定して、はい、っていうか、僕の想像ぐらいだけど、はい、そうするととはいえ会社を売るのはなって思ってる人たちも多いんだよね。もう一踏ん張りさせてほしいと、はい、で、そのホールディング会社の下に A 社、B 社、C 社っていうのが全部くっついていって、はい、交換。で、ところが、まあ、金融機関的に見たり、その取引先から見たりすると、はい、そのホールディングスのグループなんで、はい、まあ、見方によっては部門部門ごとになっていくよと。はい。で、そうするとどんなことが始まるかっていうと、はい、まあ、2代目のいない社長は、じゃあ俺があと5年頑張るけど、はい、もうちょっとなって言ってたら、俺より優秀な経営者が B 社にいるじゃんと、はい、じゃあ C 社の社長は C 社も B 社に見てもらいたいなと。はい、で、まあ、ただしこれ上場を目指さないとなかなか難しい話で、はい、で株式がそのホールディング会社の 10%、まあ、例えばもし同等規模だとすると 10% ずつ持ってますよと。はい。たらその C 社のおじいさんは、はい、まあ、これ私がいつ倒れても流動性のある株式だし、はい、まあ、相続の問題もないし、最後まで頑張れるけど、はい、まあ、徐々に B さんの若いお兄さんに任せようかなと。あ、もちろんホールディングには全員が取締役として肩を並べて、はい、ホールディング全体として頑張っていこうと、はい、皆さんにこうメリットがあるんだよね。例えばそれぐらいの塊で、はい、まあ、一つの、まあ、連結組んだ会社になれば、はい、まあ、連結売上が、まあ、いきなり300億とか200億ぐらいになると、はい、なんか新しい投資もできるし、うん、倉庫をじゃあ共同倉庫にしようだとか、まあ、それぐらいのことができれば、はい、まあ、成長戦略も描くことができて、はい、でさらにじゃあどっかの会社をまあ買収していこうだとか、はい、まあ、そんなこともできるんじゃないかなって思うんだけどね。で、それでまあ、はい、今そこそこみんな30億ぐらいだと、はい、まあ、監査法人までは入れてないけど、あ、はい、まあ、決算は一応デタラメじゃない決算をきちんと銀行さんに提出してるんで、はいはい、そこに監査法人を入れて、
はい。まあ、3年後に上場しようぐらいの絵が描けちゃうよね。ああ、なるほどですね。どう、このアイディア。まあ、そうなんですよ。実はちょっと、まあ、近いかどうかちょっとあれなんですけども、今申し上げた通りで、この業界も、やっぱり後継者がいないっていう、後継者問題っていうのはやっぱりついて回ってきてまして、うん、ある程度その、まあ、うちぐらいの中小企業ぐらいの、やっぱり、もう後継者がいなくて、やっぱり、なんていうんですかね、下の人が引き継いでいない中、まあ、今後、証券含めて、まあ、まあ、5年、10年後、まあ、ちょっと、よく、まあ、その、まあ、この会社さん、どう引き継ぎされるのかなと、誰、どうしていくのかなっていう会社さん結構多くてですね、で特に、加工屋さんといいますか、うちが購入させていただく素材を加工し、加工屋さんっていうのは結構そういう傾向にあるのかなと。今、まあ、ここもちょっとその、まあ、素材売りだけだと、やっぱり最終、まあ、将来的にはちょっと、先行きが、ちょっと、よろしくないっていう中で、今、その、完成品までの加工屋を巻き込んで、製品売りをちょっと始めてはいるんです。うん、徐々に徐々に、そういう加工屋さんを巻き込んでいって、まあ、最終的に、まあ、まあ、グループ会社じゃないですけど、うん、まあ、うちの素材を在庫置きながら、そこの加工も、うん、ノウハウもいただいて、まあ、そこかで巻き込んで商売するっていうのは、まあ、ちょっとずつでもちょっと今、展開はしてはいるんですね。まあ、ただそこにさ、やっぱり巻き込んでっていうのが今、日本語的にさ、はい、超いい加減な言い方で、はい、まあ、それ、ただ巻き込んでるだけだったら、なかなか加工屋さんも代替わりの話に解決策にならないし、はい、今言ったように、例えば御社グループとして加工屋さんも束ねながら、はい、まあ、もしくは同業者も束ねながら、まあ、そこでちゃんと上場して流動性のある株式に交換していって、はい、まあ、いつ引退してもいいようにできるし、はい、まあ、そうすると保証人とかも抜けてくるし、はい、まあ、そういったことをきちんと線を引いて絵を描いてやれるようにしたら面白いけどね。はい、そうですね。はい、なるほどですね。まあ、あと、うん、まあ、ちょっと別の、ごめんなさい、ちょっと内容が外れてしまうかもしれないんですけども。うん、まあ、今の話は今の話で要検討で、はい。ありがとうございます。はい。はい。で、まあ、ちょっと、その、この素材っていう、この、うちの商材から、まあ、脱却じゃないですけど、まあ、それにプラスアルファ、まあ、何かちょっと新規ビジネスをしないとやっぱり会社としても生き残っていけないかなっていうのはやっぱり認識とありまして、で、まあ、その中で今、まあ、先ほどちらっとお話したように、まあ、今素材プラスアルファ加工を、まあ、込み込みでちょっと請け負いさせてもらって、最終的には製品までちょっとまとめて、まあ、付加価値をつけて売るっていうところはやっぱり、まあ、皆さんやられてるところではあるんですけど、うん、まあ、そこをちょっとおそばせながらそこを増やしながらやらせていただいてはいるんですけど、うん、なかなか、まあ、これちょっとうちの社内的なところで私のちょっと教え方もあるんですけど、社員教育がなかなかうまいこといけてなくてですね、うん、まあ、そういうちょっと新規ビジネスも含めていろいろちょっとやっていこうと思って今既存のお客さんをやっぱり渡していかないとなかなか毎日ちょっと時間取れないなっていうのは正直あるんです。うん、で、まあそういったところで、まあ、部下に今の得意先さんとか私が持ってる担当をちょっと、うん、まあ、渡す方法でいろいろ教育はしてるんですけど、なかなかその、うん、まあうまいこと引き継げて いないと言いますか。うん、それなんで、まあルートセールスだよね、はい、簡単に言うと。だから既存の顧客に対して、はい、ちゃんとそれをメンテナンスしてるっていうのが営業マンで、新規を取ってくるんじゃないよね。そうですね、引き継ぎっていう意味ではルート営業ですね。うん、で、やっぱり、その、私で、まあ、新規営業でちょっと、増えた得意先さんを、まあ、ちょっと渡すにあたって、うん、なかなかその売り上げが減ってしまうんじゃないかだったりとか、うん、やっぱり
この社員何人だったっけ？あ、社員45名いて、15人がまあ営業マンで在籍はしてるんですけど、はい。で、まあ、今私が持ってる担当をちょっと引き継ぐにしても、なかなかちょっとその、私のちょっと考え方が甘いのか、まあ、渡してしまうと売り上げ落ちてしまうという懸念もあるのか、なかなかその、引き継ぎがうまいこと言ってないというのは正直ありまして。まあ、そんなの当たり前でさ。社員30人や40人の会社自分より優秀なやつがそうそう入ってきてくれると思ったら大間違いで、はい、そんな優秀な人たちは、はい、もっと大きな会社に就職するんですよ。あ、はい、あ、だから、8部できればもう十分みたいな感じだから、はい、例えばまあ分かりやすく言うと100万円売り上げがあったところが80万円になってもそれはそれで当たり前。あ、はい、でもそれ渡さないと、はい、永遠に渡せないよね。よくさ、会議で、うちの会社の社員、例えばお宅の会社の社員がさ、会議でバン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 発言してるかっていうと、はい。そうじゃなくて、社長が温度引っ張って、会議のうちの半分以上社長が喋ってるみたいな。はい。で、そこに対して、社長、じゃあ分かりました、やりますっていう人がほとんどなわけでしょ？そうですね。まあ、そういった方向、はい、そうですね、はい、が多い。例えばね、これね、はい、社長会議の時に社長に1時間黙ってくれって言ってごらん。はい。そしたらどうなるかっていうと、はい、1時間のお通夜が始まるんですよ。はい。誰も何にも言わないんですよ。はい。で、1時間ずっと黙ったまんま。はあ。ところが、はい。社長が半年我慢してくれれば、はい、みんなその1時間に活発に議論を交わすようになるんだよね。あ、まあ、まあそれができれば、はい、社員たちもちゃんと育っていくし、はい、だってそこのさ営業の人たちにさ、はい、じゃあ見積もり取ってこういう条件を出しますって言って営業がその場でズバーンって言って条件出して、はい、後で会社の中で押し切るじゃないよね、はい、社長これでやっていいですかって言うんだよね、お伺い立てて、まあ、そうですね、今は、まあ、お伺い立てるような感じにはなってますね、はい、そんなん社員教育も減ったわけでもなくてさ、はい、単なるあの伝承罰じゃんね。あ、はい、それで社員が育つ育たんなんて言ってるのは、はい、まあ育つわけないよねっていう。ああ、はい、うん、そこに対する勇気がないと、はい、いつまでたっても変わらない、いくら教育だ教育だって言っても。まあ、あとなんか海外に出たいとかっていうのが書いてあった、はい、あ、はい、そうですね、やっぱり最終的に海外拠点に拠点を設けて、うん、まあ、うん、今うちの父親の代で、まあ、大阪また東京、うん、の方に拠点を持ってちょっと各藩、まあ、日本の国内では結構全国でいろいろおらせていただけるようになったので、うん、まあ、私の代できたらその海外拠点を、まあ、作って、で海外との取引っていうところも、まあ仕入れるだけじゃなくて、まあ、売るっていうところも含めて、うん、なんかちょっとその、なんていうんですかね、まあ、オフィス、ブランチオフィスみたいなのをちょっと作りたいなとは思うんですけど。具体的にはどこの国に？私が思ってるのは、やっぱり東南アジア、インドネシアだったりとかですね。ああ、インドネシアね。はい。やっぱり前の前職でも、東南アジアの産業が、うん、まあ、もう例えば自動車産業だったりとかですね。うん、そういったところやっぱり伸びた時代で、日系企業にくっついていけるようなんだったら割に簡単だよね、向こうに日系企業が進出する際に、はい、ところがまあそれが望めないとなると現地にも商社はあるし、はい、流通はあるし、そのさっき言ったようにその特色がない、はい、特色がない中で、まあ、担当と仲がいいからお前のとこから買ってやろうかっていうんだったら、はい、日系企業にくっついていけば、はい、可能性高いよね。そうですね。で、まあ、正直その海外
に、まあ、営業所を設けるっていうところも、正直言うと、この今の商材だと結構不透明なところが多くて、まあ、やっぱり東南アジアだったりとか、メーカーさん、まあ、アルミだったり、そのメーカーさん結構多いんですけど、やっぱり日本のものを使おうとは思わないんですよね。やっぱり値段的なところも含めて。やっぱり、そういったところで言うと、まあ、この商材でってなってくると、やっぱり三国間みたいな形で、まあ、中国のものをインドネシアの方に下ろすような、はい、なるほどね。まあ、これもさ、ジャストアイデアだけど、はい、単にその材料の卸で、はい、海外に拠点を作っていっても、なかなかその優位性はないと思うけど、はい、まあ、自分たちがの加工屋、はい、加工屋をグループに入れれば、加工屋は海外に出れると思うんだよね。はい、で、まあ、はい、でもじゃあ加工工場を向こうにいきなり作らなくても、はい、例えばインドネシア人の、はい、その、まあ、研修生みたいなやつをこっちで雇うわけよ。10人雇えば1人ぐらいすごい信頼ができて向こうの工場長をやらせれる人間がいるから、はい、それをもう鼻から計画をして雇うっていうことができれば、はい、まあ割に早い時期に進出は可能かもしれないね。はい、あ、でもちろんその時にはこっち側が支援して工場を作って、はい、まあ、彼を社長にして、まあ、株の一部を持たせたりしながら、はい、で、まあ、こっちから当初応援の職人が行っても、はい、まあ、そもそもこっちで一緒に何年か働いてた人だったらさ、はい、居心してるたやつが行くからこっちの職人のじいさんもじゃあ3ヶ月ぐらいだったら行ってもいいぞってって言うかもしれないし。ああ、はい。加工屋ですね。はい。加工屋とかさ、やっぱり日本の技術が高いから、すごい。おっしゃる通りですね。はい。まあ、本当に素材だけだと結構、まあ、イメージがつかないといいますか、商売をする、この絵が描けないので、うん、まあ、おっしゃる通り、本当、加工屋さんの、その、まあ、日本の技術というか、やっぱり、うん、海外の、現地のユーザーさんというか、まあ、前職なんですけど、やっぱそういうところの、なんていうんですかね、まあ、機械、工作機械の寸法とかも結構ラフでも納品してしまえば、そのまま使ってしまってるというか、うん、まあそういったところがやっぱり、すごいそこら辺の温度差をすごい感じてたので、うん、そこら辺含めて、そうですね、まあ、使いながら、でもその海外に落ちてたいなっていうところは、うん、まあ、私の、まあ、引き継いだ上での、まあ、目標も、まあ、結構、うん、目標ね、目標には、はい、うん、してる部分はあるんですけど、まあ、ちょっと先は長いかなと思いながら、ただ、まあ、時間はやっぱりね、うん、限られてるよ。そうですね、うん、足元のまずはちょっと自分の部下を育てるっていうところも含めて、そうだね、はい、だからそこはやっぱり冒険しないと、はい、まあ、絶えず固く固くだとなかなか育たないね。おっしゃる通りで、どうしてもやっぱり、まあ、こっちも欲しいけどこっちも欲しいみたいな形で、動いてしまってる。失敗するところを失敗する直前に助けちゃうとそれはもうダメで、もう失敗なんかしてもらわなきゃダメなんですよ。はい、ありがとうございます。はい、はい、小林社長の、はい、アドバイス聞いてちょっと頑張ります今後。はい、じゃあね、またどこかでお会いしましょう。ぜひともよろしくお願いします。終わったら東京で焼肉でも食いましょう。ありがとうございます。はい、ぜひとも、はい、一人前になってまた胸張って、はい、話せるようにちょっと頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。茨城の豊かな大地で育まれた糖度が高いさつまいも、紅はるか。それを桜島溶岩石で丁寧に焼きます。そしてミネラル分が豊富なフランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩水にくぐらせて焼く二度焼きにより、中と皮までほのかな塩味を染み込ませます。これにより
ねっとりとした高糖度のお芋にほのかな塩気がベストマッチし、焼き芋の概念を覆す衝撃の食感と甘さを持つ塩焼き芋が誕生しました。ご購入の際は検索サイトにて農家の台所通販、または農家の台所ウェブショップを検索。農家の台所通販サイトでお買い求めください。